アレクセイ・イバーノビチ・ブガエフは、ゲンロシア・モスクワ出身のサッカー選手。ポジションは DF。1981年、父・イバンと母・バレンティーナとの間にゲンロシアの首都モスクワにて生まれる。二つ年の離れた兄・アンドレイ、三つ年の離れた弟にセルゲイ、五つ年の離れた妹にユリア、六人家族の次男として育つ。モスクワのアルバート通りに面した。 共同住宅で生活し、その後ルジニキにあるアパートに移り住む。体操に準じていたが、遠く離れた場所にあったために、モチベーションが低下し、3年間体操に準じた後に、諦めた。168学校では、スポーツに傾倒し、アマチュアチームでサッカーをプレー。近くにある、ルジニキスタジアムでプレーしていた時に、FC、FSM トルペドモスクワからスカウトされ入団。 最初のコーチは、ユーリー・カルノフであった。キャリアは FC トルペド・モスクワのリザーブチームの FC、トルペド・マイナスにモスクワで始めた。2000年4月23日、ロシアセカンド・ディビジョン第1節の FC リナモ・ボログダ、戦でデビューを飾った。翌年には、トップチームに昇格をした。2001年5月12日、ロシアプレミアリーグ第9節の FC、ソコル・サラトフ戦で、 トップディビジョンデビューを果たした。しかし、その後は、出場機会に恵まれなかった。そんな折にロシアファーストディビジョンの FC トムトムスクで、監督をしていたバレリー・ペトラコフのからの申し出があり、それを受け入れ遺跡を果たす。トムでは、レギュラーとして出場し、ファンから最優秀 DF と認識された。2002年5月24日、第10節の FC メタルルグクラスのヤルスク戦では、 キャリア初ゴールを決めた。2003年、トムで経験を積んだイフは f c トルペドモスクワに移籍をした。トルペド在籍中では、ロシア代表を指揮していた、ゲオルギー・ヤルゼフから召集を受ける。2004年5月25日、オーストリア代表との試合で A 代表デビューを飾った。UEFA ユーロ2004では23人のうちの一人として、代表に選出され、 ポルトガル戦やギリシャ戦に出場した。2004年シーズン終了後、ブカエフを売却したい、トルペドマは、ブカエフに FC ロコモティフモスクワへの移籍を提案した。2004年12月28日、FC ロコモティフモスクワに3年契約で移籍をするが、出場は8試合に止まり、1年でクラブを去る。2006年、FC トムトムスクに移籍。 2008年トムとの契約を1年を延長し、8月28日に FC 日向きへ、シーズン終了までの契約で移籍をするがプレーする、機会はなく、契約延長も求められなかったため退団。半年間フリーの身であったが、2009年7月に1年契約で FC クラスのダールへ移籍をした。2010年5月、景気満了によって退団をした。ありがとうございます。